こんばんは、4月8日午後7時、128回のね、しゃべくり祭りの時間になりました。今日の祭りなんですけども、なんかね、日向にいると暖かいんだけども、日陰に来ると寒かったですね。なんか変な天気でした。実は今日ね、松代で火事あったんですね。なんか松代市長の南側ですかね、なんか大英寺の上ですかね、なんか一人お亡くなりになったみたいなんですけどね、本当にご冥福をお祈りしたいと思います。ということで、このしゃべくり祭りはいつもの通り、生放送でお送りいたしております。今日のゲストなんですけども、田中さんね、文化財ボランティアの田中さんをお呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで田中さん、はい、文化財ボランティアされてるんだけども、はい、なんでこの文化財ボランティアを始めたんですか？はい、実はですね、10年前に、約10年前にうち新築したんですよ。で、まあその時ではないんですけれどね、私が嫁に来た時ですね、結婚した時。10年前に嫁に来たんだよね。10年前に嫁に来たではないです。はい、もっと前に来ました。はい、でその時にですね、100年前のうちと、ちょうどその時も10年前に新築したうちがくっついてたんですよ。100年前と10年前がくっついてた。はい、でまあ、不思議なところにまあ嫁に来たという感じなんですね。で実はですね、その今から約10年ぐらい前にうちを新築しようとした時に、まあ、100年以上経ってるうちが、もしかしたら、文化財の貴重な建物ではないかと思ったんですね。でボランティア始めた。いえいえ、それは始めたんですが、それにはちょっと説明がありまして、はい、わかりました。ちょっと聞いてください。はい、わかりました。でその時にできたね、はい、うちにあったのがこの棟札なんですよ。おお、はい、わかりますかね。これですね、安政の、ちょっとどうしようかな、安政の5年にまず作ったというのと、それから明治4年にですね、今の場所東城なんですけれども、そこに移築したという棟札が、我が家にあったんですね。でこんな関係で長野市の文化財課に連絡をしたんです。こういうものがあるんですが、もしかしたら貴重な文化財ではないですかということで、はい、そうしましたら、文化財の方から真田宝物館の学芸員の方が見えまして、いろいろ調査始めたんですね。で、まあ、もしかしたらということで、ちょうどその頃ですね、善光寺の三門をに携わっていた先生が助手の人を連れて我が家に見えたんですね。でいろいろ調査して、確かにこれは花の丸御殿の中にあったものではないかということで、はい、でもうちょっと詳しく調べましょうということになったんですよ。でその我が家のですね、はい、はい、襖とですね、荒紙ですね、この襖なんですけれども、表は桜、裏は、もみじ嵐山というような形なんですね。で上のこの天袋のところなんですね、わかりますかね、これは金箔が貼られていたようです。はい、
でこれなのがありまして、うん、あの東海大学の先生がですね、うん、生徒さんを、うん、6、7人ですかね、うん、連れてお見えになったんです、うん、はい、それで、まあ、あの柱の寸法から、うん、先ほど一番最初に見ていただいた棟札の穴の寸法ですね、うん、そんなのまで全部調査をされて行かれたんですね、これがその調査風景なんですね、ご覧ください、はい、あのなんか生徒さんが、うん、天井裏を覗いたらちょうどネズミがいて あのネズミと目があったと言って、ね、ネズミは文化財じゃねえな、はい、違いますね、違いますね、はい、で、あの天井裏の柱 の、うん、あの釘の跡と、うん、先ほどの棟札の、うん、穴の跡がぴったり一致したと、うん、はい、言っておりました。でこれでですね、あの確かに花の丸御殿の、あの、九代藩主雪則さんの聖母さん、はい、純宗院さんのお部屋であるということが確定しました。確定した、はい、それで文化財ボランティア始めちゃった、はい、そうなんですよ、素晴らしいね、まあ、それで始めたんですが、このお家を解体するのがまた大変だったんです、うん、でその解体の風景です、うん、は解体の風景ご覧いただけますかね。あの梁がやはり、うん、あのお城のね、その、ご聖母さんのお部屋だったということもありまして、うん、はい、梁を外すのにですね、うん、ま、あの大工さんたちが何人もいらっしゃいまして、木槌で1本ずつこう、うん、何センチずつっていうんですかね、うん、あの上げていくんですね、文化財だから壊しちゃいけないから、はい、で、あの立っていた、うんうんうん、あの柱のは土台は何もなくて、うん、丸い石の上に北とか南とか、あの2の3とか5の1とか全部記入された。それも残ってた、まあ、残ってました。100年以上経っているのにしっかり字が残ってました。すごいね。あのその石ですね、うん、それからあの土壁、うん、こたつのところを囲っていた土ですね、うんうんうん、そんなの全部、うん、あの壊しまして、ここに今出てますが、うん、おたぎり中学校、旧おたぎり中学校の体育館の中でですね、うん、あの今か今かと出番を、出番待ってる、待ってるんです。すごいね、はい、ですからね、いつ皆様にご覧いただけるかというのが私もとても楽しみでおります。今ねここに映してありますが、それが5年前、5年前で10年前、あ、はい、それが10年前か。そうなんです、もう10年間もね体育館の中で眠ってるんですよ。そうですか、はい、宮坂さん何とかしてください。はい、わかりました、はい、何とかしましょう、はい、と言ってどうしたらいいでしょう。まあ、いや、えっと、それで文化財ボランティア始めたんですね。始めました。あ、はい、いや、ご丁寧な説明ありがとうございました。とんでもございません。で、ところでその文化財ボランティアって 何するとこなの。松代の町の中にある文化財をですね、うん、調査したり、うん、発掘したり、うん、それからあの保存したり、ほうほうほう、それからあとはですね、うん、あのいらした方たちをご案内したりというような活動をしている団体です。あ、そういう活動をしてるんだ、はい、で皆さんいっぱいいてそれでそれやってるんだ。あ、はい、でみんな同じ仕事してるの。いえいえ、あの一応4つの班に分かれてます、うん、A、B、C、D と4つ分かれています。で、A グループはですね、うん、あの文部学校の前に白池表門ってあるのご存知ですか、うん、 ね、あそこのところを中心にしまして、うん、いらしたお客様に、うん、ゆ茶、お茶の接待をしたり、うん、みんなで漬けた梅漬けですね、うん、を振る舞っていいね、はい、おります。あとですね、その近くにある文化財のご案内もしているのが A グループです。A グループ、はい、で B グループはですね、真田宝物館の中に常駐してまして、あのいらしたお客様にですね、真田邸とかお城とか、あのご希望のところをですね、ご案内したり、あの資料をですね、あの作ったりしてます。あ、よくこの文化財回ってる方がその B 班の方だな。そうですね、そうなんですね、あの割と多いですね。なるほど、はい、はい、で C グループはですね、はい、あの松代にある文化財をですね、調査したり発掘したり、うん、あのそういうことをしています。なるほど。で今回テレビで八重の桜やってますよね、ええ、であそこに佐久間象山出てますよね、はい、
で佐久間象山が地蔵峠の方を歩いたということで、ね、同じ道を佐久間象山の気持ちになって歩きましょうということで、昔は舗装してなかった、舗装して今舗装したそうですね、うん、でもまあちょっと違うけど、あの象山の気分になって歩きま、うん、気分だけはね、はい、なるほどな、で、はい、歩いたということです。であと最後 D グループなんですけれども、あの真田邸の中の土蔵を拠点にしまして、あのまあ、いらした方の体験型学習の場っていうんですか、あの、まあ、切り紙をしたり、 あとお琴の演奏をしたり、うんうん、布造りを作っていただいたり、そういうような感じのね、あの支援をするグループということで、真田邸に入った左の方に行ったところだよね。あ、そうですね、左側のところにある土蔵で活動してます。はい、そうなんですか。で、田中さんは何やってるの？私、B グループで。あ、B グループだったら案内だ。はい、うん、ご案内してます。はい、で、案内してて、なんかこの嬉しいことがなんかいろいろあるんです？嬉しかった、よかったなーなんてことあるんです？あります、あります。ある。はい、聞いてください。うん、聞いちゃう、うん、聞いちゃう。はい、あのですね、あの松代初めてという、白馬に行きたいお客様が、天気悪くて、あのインター降りて南に来たこと初めてだったんです。で松代にいらしていただきまして、で、あの宝物館案内して、で真田邸ですね、ご案内して、で今は真田邸の建物の中も入れるんですよなんて言って、中をずっとご案内して、お姫様のお話をしたり、そこから見える風景をちょっとお話しして、で文化学校行きました。で実は私マッスル小学校出身なんです。うん、そうですか。はい、で、あの、歌舞伎門のところですね、あの今は入れませんけれども、私はここが校門だったんですよっていう。あ、当時はそうなんだ。そうなんです。あそこから私、あの出入りしてました。そうなんだ。はい、で文学省のところはここら辺に職員室があったんですよとか、あと あそこのイチョウの木のところで、ここね通ると臭くてでも大変だったんですよなんて話をしたり、で剣術所であそこね図工室だったんです。あ、そうなんだ。で粘土細工をしたりして、でまあ投げたりそこらにぶつけたりして、先生に怒られましたとかね、そんな話をあのお客様にしたんですね。で、あの文学書の展示を見ていただくと、あのボールの跡がね残ってたりして、そんなのもね天井にボールをぶつけてなんて、まあなんか先生に怒られたような話ばっかしをして、あのしたらお客様がとっても面白かった楽しかったと言っていただいて、もう最後握手までしていただきました。そりゃよかったね、はい、ありがとうございます。やっぱり自分のこの実践っていうか自分の体験だもんね、お話になったんだ。そうなんです。なんかそれがねお客様にはとっても良かったみたいで、はい、あの歴史のこともちゃんと話しました、はい、それで ねもう喜んでいただけたのが私はなんかとっても嬉しかったです。あ、それ良かったね、はい、ありがとうございます。そうだ、嬉しい話もそうだし、なんか困ったこともあるんですか？困ったことなんてない？いえ、たくさんあります。あ、たくさんある。はい。あのたくさん、一つはですね、あの小学校の方が見えたんですけど、なんかもういろんなところにこう発想がすごいですね、小学生の方は。で、あのまず困ったか宝物館の中で、ガイドさんすいません、この字なんて読むんですかって聞かれてしまったんですね。お恥ずかしいながら私読めなかったんです。はい、読めなかった。どうしたそれ？読めなくて、実は。生徒さんに、ねえねえ、この字をこのまんま書いていって、学校行って先生に聞いてくださいって。丸投げか。はい、すみません言っちゃったんです。あ、そう。それどうしたの？それで私は家へ帰って、慌てて辞書を引きました。だからもうその時の先生と生徒さんに、あのここでもし見てらしたらごめんなさいって。もういい、もう聞かれてもいいね。もう大丈夫です。もう、あ、そうか、勉強したから、勉強しました。はい、おかげさまで。他に何か勉強になったことある？あ、はい、あのちょうど刀を展示してる前でですね、あのご案内してた時に、あの、まあ、男性の団体さんがですね、泊まってたんですね、でガイドさん、スカイツリーの、あの傾斜というか、斜めになってるのは何からできてるか知ってるかいって聞かれたんですね、すみませんって答えましたら、あの刀鍛冶の方たちの団体さんで、あれは刀の反りから来てスカイツリーの、あの
それを作ったんだよということを教えていただきました。そうですか、勉強になりましたね、はい、勉強になりました。で、文化財ボランティアの方っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。110人ぐらいですね、はい、110人、はい、祭る人多いんですかね。いや、だって 40% ぐらい。ああ、そうなんですか、はい。田中さんね、もうこっちにね、進行したでね、時間もなくなってきちゃったんだけども、すいませんね、はい、田中さんね、松代 の, この文化財ボランティアされてて、はい、その田中さんから見た松代ってのは一言でどうですか。優しい町です。あ、優しい、はい、あの心が癒される、うん、それからですね、こうなんかこう落ち込んでいても、うん、その松代の町のちょうどこうタイムスリップしたような場所ですね、うん、そういうところに行くと、ああこんなところがまだあるんだっていう気持ちになって、本当にあの安らかになれる街だと思います。いや、そうか。でもね、だいぶあのこれお話ししなきゃいけなかったんですね。国土交通省なんか表彰されたみたいなんですね。そうなんですよ、あの18年度にですね、うん、手作り郷土賞というのをいただきました、うん、素晴らしい、あの文化財ボランティアの活動に対しての表彰ということで。あ、そうですか、はい、あのとっても嬉しいことです、はい。ちょっと田中さんね、はい、あの時間もないんですけども、はい、ちょっと一言だけね、はい、あの町の皆さんに何かおっしゃりたいことあったらお願いします、はい、一言でいいです、はいはい、あの松代の町をもっともっと良くしたいと思います、うん、で松代の方たちもあのぜひ私たちにお声をかけてください。私たちが知ってる範囲のことを皆さんに少しでもあのお裾分けできたら嬉しいと思います。そうですか、はい、はい、ぜひそのようにお願いします。よろしくお願いします、ね、お忙しいところありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。来週、来週、来週は、はい、すみません、まだ見てなくて皆さんお願いします。何でしょう、はい、来週はね、街歩きセンターでね、やってますね、街歩き、レストラン、お、はい、そういうレストランやってるの、はい、活動をね、やってらっしゃる伊藤さんに来ていただいて、はい、はい、この話をちょっと聞きたいなと思います。はい、パーソナリティ、皆さん、はい、で、何レストランでやってる食事をここで食べちゃう、うん、あ、食べちゃう、あ、いいな、食べてます、いいですよ、美味しい、お腹いっぱいになっちゃう。俺にやらせてくれね、食べるのいいな、食べるのはいいじゃないですか。あ、そう、うん、じゃあ、あのまた次回 の, あの食べる時はぜひ、はい、お呼びしますので、はいはい、そういうことで、はい、はい、わかりました。どういう時にはちょっとお話をいろいろしてくれるんですか。あ、そうですね、まあ、どういうふうにやっているのかとかね、どういうきっかけでそういうのやったのか、あ、そういうような話をちょっと聞かれればいいかなと、はい、そんなことで楽しみですね、はい、また食べるのも楽しみだな、はい、はい、わかりました、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに。松代あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。